こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、着るとおじさんに見えがちなユニクロの服、ベスト5というテーマで動画をお届けしたいなと思っています。僕は日頃からユニクロのですね、おすすめのアイテムを皆さんにお伝えすることが多いんですが、ただですね、ユニクロに行けば間違いのない服だけがあるというわけではなくて、これは着るとちょっと難しいんだよなという服もやっぱりあるわけですね。 ただそれがですね、一般的にはなかなか分かりづらかったですので、今回は具体的に5つのアイテムを挙げながら、なぜそれが着るとおじさんに見えがちなのか、そしてそのアイテムではなくて、どう転換してあげれば、より大人の男性、40代以降の男性でも似合いやすいのか、ここまでですね、しっかりとお伝えしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。これ面白いのはですね、40代以降の男性だと難しいんですが、 このアイテムを10代、20代の若い男性が着れば意外とハマりがいいということもあったりするので、このあたりはですね、世代によって正解が変わるというところ、そこも含めてですね、皆さんにしっかりお伝えできればなと思ってますので、ぜひお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、ここからはですね、具体的なアイテムを皆さんにお伝えしていきたいなと思ってるんですが、まずですね、40代以降の大人の男性が着るとちょっとおじさんっぽく見える服。一つ目はですね、スウェットジョガーパンツというものなんですね。ちょっとですね、写真を出してしまうのはなんか心苦しいので、イラストでイメージをお伝えできればなと思うんですが、まあ、こんなアイテムですね。まあ、スウェットパンツというものというのはですね、 これは僕ら30代後半とか40代の世代からするとやっぱりですね、部屋着のイメージが強いですし、カジュアルな印象が強いんですね。ですのでこういったものを普段の着こなしの中にですね、取り入れてしまうと、やっぱりですね、おじさんっぽさというところが強まってしまうんですね。 特にこのイラストのようなスウェットでシルエットがゆったりめで、なおかつ色がですね、グレー系のもの。これは一番注意が必要かなと思うので、もしこういったものをですね、おしゃれ中上級者の方が着こなしの中に取り入れるってことが多かったりするんですが、なかなか僕ら世代では難しいです。 それはおしゃれな方であっても僕はちょっとなかなか難しいかなと思うことが少なくないんですね。というのを僕自身も、まあ、スウェット取り入れたいなと思ってトライをすることはあるんですがやっぱり世代の壁っていうのはなかなか突破するのが難しいかなと思うのがこういったグレー系のスウェットパンツなんですね。ただこういったものを10代20代の 若い世代の方が着こなしの外しとして着るのはですね、結構かっこよかったりするんですね。ちょっと綺麗めなロング丈のコートにあえてスウェットのパンツを合わせてみたりだとか、そういったコーディネートをすれば十分素敵だと思うんですが、それは若さというものとスウェットパンツというやぼったさという間にギャップがあるからこそ成立がするのであって、僕ら30代後半40代世代とスウェットというとですね、もうどんズバのやぼったさが出がちなので、ギャップが生じないんですね。 ですので、こういったものはなかなかですね、合わせるのが難しいので、スウェットは避けておいた方がいいかなと思っています。もしどうしてもですね、こういったスポーティーなもので、リラックス感のあるものをヘア着だとかワンマルウェアにしたいのであれば、個人的にはですね、ウルトラストレッチドライスウェットパンツ、こちらがおすすめかなと思います。このボトムスに関してはシルエットが結構細身で、しっかりとや暮ったさがですね、排除されてるんですね。まあそういった点でもですね、 大人世代にも似合いやすいスウェットの形からと思っています。で、選ぶべき色なんですが、これもですね、やっぱりライトグレー系はなかなか難しいので、選ぶのであれば、僕は08のダークグレーだとか、 もしくはブラック、ネイビー、このあたりがやはりですね、色の効果もあって引き締まるんですね。ですので、大人世代が着ても、そんなに違和感なく着こなすことができるかなと思うので、こちらを優先させた方がいいんじゃないのかなと思います。ただ、こちらのボトムスに関しても、裾がクッとすぼまるようなデザインになってまして、このスポーティー感がやっぱりですね、ある世代以上になると、ちょっと似合いづらくなるので、個人的にはですね、感動パンツだとか、 スマートアンクルパンツのような、いわゆるこうセンタープレスが効いていて、綺麗めに見えるようなボトムスの方が、大人世代には圧倒的に似合いやすいかなと思うので、あまりですね、待ち着としてはこういったものを使うというのはちょっと難しいかなと思うので、部屋着からワンマルウェアとしてこういったジョガーパンツ系を履くのはいいかなと思うので、そのあたりをですね、ぜひ皆さんも注意をしながら選んでいただければなと思っています。 はい、続いて二つ目の使うとおじさんに見えがちなアイテムなんですが、こちらもボトムスですね。レギュラーフィットストレートジーンズの63ブルーですね。これはですね、まあ、どういった表現がいいかというと、まあ、いわゆる昔ながらの僕ら世代が履き馴染んでるような普通のデニムですね。 こういうのはですね、どうしてもおじさんっぽく見えがちなんですね。まあユニコーンにはですね、様々なシルエットのデニムがありまして、一番細いものだとスキニーフィットというものがあって、その次にスリムフィット系のデニムがあって、そしていわゆる一般的なレギュラーフィットのものがあって、ワイドフィットのデニムまであるので、本当にですね、どのシルエットが似合うのかっていうのは、世代によって変わってくるんですね。で、30代後半から40代以降の男性ですね、こういった世代の方に似合いやすいのは、 僕はですね、スリムフィットぐらいかなと思ってるんですね。スキニーフィットぐらいにバキバキに細くしてしまうと、それまたですね、 体のラインがそのまま出てしまうので、あまり素敵には見えづらいというところがあって、痩せ型の男性でそんなにピチピチしないのであれば、スキニーフィットという選択肢もありかなと思うんですが、普通体型だとか、ややぽっちゃり体型の方だと、ちょっと難しいかなと思います。一方でスリムフィット系というのは、細くはあるんだけども、ビチビチに細いわけではないというところで、まあ大人世代がスタイルをよく見せるには、すごく使いやすいデニングかなと思っています。 一方で今挙げたようなレギュラーフィットのストレートというのは決して細くもないし太すぎることもない本当にトレンド感を出したいのであればワイドフィットまで振ってしまうというのが僕はいいかなと思うんですねただこういったボトムスも世代的には40代以降の男性はやぼったく見えがちなのでまあ相当その方がおしゃれ上級者じゃないと使いづらいかなとは思うんですねレギュラーフィットはシルエット的に 細いこともないし、太すぎることもないというですね、中途半端な位置づけで、なおかつ、このですね、63ブルーというのは、かなり色としては明るめなんですね。 そうすると、シルエットは中途半端で、なおかつ、色は明るめということで、すごくですね、昔ながらのデニムっていうイメージになってしまって、本当に履くとおじさんっぽく見えがちなんですね。ですので、このボトムスはちょっと注意が必要かなと思います。ただ僕はレギュラーフィットのデニム全部ダメと言ってるわけではなくて、例えばですね、ちょっと持っていきたいなと思うんですが、僕はですね、ホワイトデニムをですね、レギュラーフィットで持ってるんですね。こちら。 まさしくレギュラーフィットのですね、ストレートジーンズなんですが、こちらに関してはホワイトというところで結構色合いとしてはですね、清潔感があって爽やかに見えるんですが、白デニムでバキバキに細いとなんかちょっとこうコンサーバーに見えすぎてしまって気恥ずかしいなという場合があったりするんですね。で、ちょっとワイドフィットの白デニムっていうのがなかったので、ストレートにしたわけなんですが、適度にゆとりがありつつの白デニムっていうのは意外と相性がいいので、まあ、こういった白系であればいいかなと思うんですが、 通常の薄い色のデニムで、なおかつレギュラーフィットだと、ちょっと世代的には中途半端で使いづらいかなと思うので、これはどういったものに変換すればいいかというと、セルビッチスリムフィットジーンズの69ネイビーですね。これを使っていただければ、大人の男性にもすごく似合いやすいかなと思います。これは僕も持っているので、皆さんにお見せしたいなと思うんですが、これですね。いわゆるですね、デニムの中でも色落ちしていないようなリジットデニムというやつで、 こういったクリーンな雰囲気のデニムの方が40代以降の大人の男性には間違いなく似合いますね。デニムの色合いでも綺麗めかカジュアルかっていうところが分かれるので本当に色落ちしてあるものというのはカジュアル感が強すぎて一方でこのようなほとんど色落ちしてないようなリジット系のデニムというのは綺麗めなので大人の男性にも似合いやすいかなと思いますね。まあこういったデニムを見るとなんかアーペ a 製のデニムだとかそういったものを僕は連想するわけなんですがこういった綺麗めなデニムの方が圧倒的に似合いやすいですし シルエットに関しては、レギュラーフィットでももちろんこの色であれば僕はですね、問題なく書けるかなと思うんですが、よりスリムフィットの方が体型を綺麗に見せてくれる効果があるので、ぜひ40代以降の皆さんにはですね、こちらを選択していただければなと思っています。はい、続いて3つ目はですね、ポケットブル UV カットパーカーの色はですね、オレンジですね。これは、 もちろんスポーツシーンで使うのであれば OK なんですが、待ち着としてこういったオレンジだとか、あとは鮮やかなブルー系だとか、こういったものはですね、なかなかですね、浮いてしまうので、普段着使いとしては難しいかなと思いますね。とは言っても結構ですね、40代以降の大人世代ってビビットな色とか、綺麗な色を大胆に使うことが少なくなくて、結構こういったもの、ポケットブルーパーカーもそうですし、あとはマウンテンパーカーとか、ダウンだとか、そういったものにで,ですね、 綺麗な色、結構ビビットな色を持ってくることが多かったりするんですが、なかなか難しいので、これは避けておいた方がいいかなと思います。そして、このポケットブル UV カットパーカーって、すごく名作で僕も好きなアイテムではあるんですが、生地が結構薄めなので、カジュアルな印象が強いんですね。で、40代以降の男性であれば、ある程度着こなしに綺麗感があった方がバランスが取りやすいので、 このような、ちょっとスポーティーなアウターを選ぶのであれば、僕はですね、ポケットブルパーカーではなくて、ブロックテックパーカー、こっちの方が圧倒的に似合いやすいかなと思います。生地もですね、ブロックテックの方がしっかりとしていまして、着た時の張り感みたいなものがあるので、体型のカバーもしやすいですし、なおかつ、大人の男性が着ても綺麗な雰囲気が漂いやすいんですね。ですので、40代以降の男性がこういったスポーティーなものを着るときには、まあもちろんポケットブルの良さっていうのは、この,収納の のしやすさではあったりするんですが、まあ個人的にはブロックテックパーカーが良いかなと思います。まあ色に関しては様々な選択肢があるんですが、ブラックですとかネイビーですとか、あとはですね、ちょっと色が綺麗なもので言えば、ライトグレーなんかはすごく綺麗な色で、 40代以降の男性が来ても意外と似合いやすいです。もしくはオリーブですね。この色もいわゆるこうカーキだとかオリーブの中でもやぼったく明瞭なオリーブではなくて、割とですね、ダークグリーンに近いようなすごく綺麗な色なんですね。 ですので、通常のブラックだとかネイビーはつまんなくて嫌なんだよなという方は、オリーブかライトグレーを選んでいただければ、結構40代以降の男性でも似合いやすいので、ぜひこちらを優先的にトライをしていただければなと思います。そしてポケットブルの方を持ちたいのであれば、僕はもう定番的なブラックを選んでいただければ、大人の男性にも使いやすいかなと思うので、このあたりもぜひチェックをしていただければなと思っています。 はい、続いて4点目はですね、春夏に大活躍する T シャツなんですが、このジャンルでもう圧倒的に難しいなと思うのは、プリント T シャツですね。もうお馴染みの UT は本当に様々な柄があって、魅力的でめちゃくちゃ欲しいと思う方多いと思うんですね。僕も結構ですね、プリント T シャツが大好きで、正直ですね、いろんなものをコレクションしてるぐらいかなりのバリエーションがあるんですね。今日も着てるぐらいですね、プリント T シャツは大好きなんですが、 UT の中から選ぶのはめちゃくちゃ難しいです。というのもバリエーションが多すぎて、その中でですね、普段着の中にマッチするものを選ぶというのはなかなか無理ゲーに近いぐらいなので、まあ、UT というのはですね、注意が必要かなと思います。もちろん部屋着だとかワンマイルウェアとして自分の好きな企業だとかブランドだとか、まあ、様々なコラボレーションがあるかなと思うんですが、そういった UT を着るのはもう全然 OK だと思うんですね。 ただ、それを待ち着としておしゃれに着こなそうというのは、UT はなかなか難しいので、そこは注意は必要かなと思います。そういうことをですね、僕は長年お伝えしてきたわけなんですが、UT の中でも結構待ち着としても優秀なものもちょこちょこ出てきてるんですね。先日もご紹介しました、UT と MOMA のコラボレーションだとか、ファイナルファンタジーのコラボレーションの中でも、いくつか素敵なものもあったやつので、 相当厳選して選べばですね、UT の中でも素敵なものはありますが、こういったものを選ぶとるには、一定の経験値がないと難しいので、気軽に行って自分の好きな柄を選んで、それをマチギにしようっていうのは、ちょっとですね、難しいかなと思うので、このあたりは注意をしていただければなと思っています。じゃあ具体的にどういった T シャツを40代以降の方は、ユニコで買うべきなのかというと、これは無地 T シャツで間違いがないかなと思うんですね。僕はその中でもおすすめなのは、オーバーサイズクルーネック T シャツですね。 ま、サイジングとしては少しゆったりめなんですが、ユニクロ U のエアリズムの T シャツに比べると、そこまでサイズ感は大きすぎないんですね。エアリズムの T シャツって結構話題になって、僕もいっぱい色持ってますが、袖が長いんですよ。これが結構世代によっては、なんかちょっとサイズ間違ってませんかと見えることもあったりするので、あまりビッグシルエットに振りすぎるっていうのも、40代以降というのは難しかったりするんですね。 一方で、オーバーサイズクルーネック T シャツだと、少し袖の長さは短くなるので、程よくゆったり感というところは楽しめるかなと思うんですね。結構 YouTube 見てると、このあたりのユニクロ U の T シャツを1サイズ上げましょう、2サイズ、3サイズ上げましょうみたいなアプローチがあったりすると思うんですが、なかなか40代以降の男性でその理論を適用してしまうと、本当にただのだらしない着こなしになってしまうことが少なくないんですね。あくまで中上級者向けの提案であるわけなので、 一般的な男性であれば、オーバーサイズクルネック T シャツを、本当にいつも選んでいるジャストのサイズで選ぶぐらいでちょうどいいと思います。それぐらいでも、程よくゆったり感が出るので、体の丸みだとか、そういったところはカバーできますし、似合いやすいかなと思うので、このあたりの T シャツがおすすめかなと思っています。大人の男性が服を選ぶときには、あまりにカジュアルすぎるというのは難しいので、適度な綺麗さというところを意識しながら、ぜひ皆さんもですね、T シャツを選んでいただければなと思っています。 はい、続いてラスト5点目はですね、トップスの中でシャツを皆さんにお伝えしたいなと思うんですが、マドラスチェックシャツですね。これはどう考えても難しいんですよ。色とか柄の単体で見ると華やかで素敵に見えがちなんですよ。ただこういった華やかなものってそこに視線が集中しますし、やはりごちゃごちゃした印象になりがち。そして、どうしてもですね、子供っぽく見えるんですね。 なので、こういったシャツというのは、僕はなかなか難しいかなと思うんですね。春夏であれば、こういったマドラスチェック柄。秋冬だったら、フランネルのシャツのチェック柄。このあたりはユニクロさん、毎シーズン出してますが、なかなか難しいですね。ですので、40代以降の大人男性であれば、ちょっとこのあたりは、距離を置いた方が僕はいいんじゃないのかなと思っています。ただ、やっぱり華やかなものを着たいという気持ちはわかるんですね。40代以降の男性が華やかなものが似合わないかというと、そんなことはなくて、綺麗な色物だ とかそうういったものはよよく似合うんですよ若い子だとそういった綺麗な色というのがなんか気恥ずかしくて似合いづらかったのが年を重ねるごとにそういったものが意外とマッチするということが少なくなかったりするので、まあ、綺麗な色というところはうまく取り入れたいんですがじゃあどういったもので取り入れればいいのかというと僕は定番のプレミアムリネンシャツかなと思っています、まあ、こちらももう定番中の定番でカラーバリエーションもたくさんありまして本当にね ベーシックなホワイトとかライトグレーとかもあるんですがその中でも発色が綺麗なのは52番のグリーンとかすごく綺麗な色味なんですね。あとは63のブルーとかも結構明るさのあるような綺麗なブルーなのでこういったもので色を足してあげるのは僕は全然ありだと思うんですね。そしてこのようなプレミアムリネンシャツというのは長袖を選んでもらって 腕まくりをするぐらいがちょうどよくて、半袖を着るとですね、二の腕あたりが見えるので、これがですね、かなりカジュアルに見えるので、40代以降の男性だとなかなかハードルが高かったりするんですね。ですので、こういった長袖シャツの腕まくり、そして色の綺麗なものを選んでいただくというのが、すごくバランスがいいかなと思います。あとは67のブルーもですね、まあ、いわゆるこう、深いネイビーとかではなくて、少しですね、インディゴブルーのような、 明るさがあって、この色もね、なかなか品があっていいんですよね。なので、ちょっと華やかさだとか、夏らしい綺麗さを入れたいのであれば、僕はチェック柄のような、柄物ではなくて、無地なんだけど綺麗な色のリネンシャツ。このあたりが、ユニコーン中では使いやすいかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。こういったリネンシャツだったら、下に深めの V ネックのインナーを着て、もう1枚で着てるような感覚で、イタリアっぽく着るのもいいかなと思いますし、あとはですね、 T シャツの上にさらりと羽織るようなスタイルも結構ですね、大人の男性には似合いやすいので、様々な着方ができるかなと思います。ぜひこちらのシャツを選んで、40代の大人の男性でもカジュアルすぎず、でも綺麗な色を使うというところをトライしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では40代後の男性が着ると、 おじさんっぽく見えがちなユニクロのアイテム5000ということでご紹介をさせていただきました。ただ、これらのアイテムが完全に NG というわけではなくて、世代によってこういったものがかえって活躍することもあったりだとか、40代以降の男性であっても、中級者、上級者の方であったら、あえてこういったものをうまく取り込むことで素敵に見せることもできたりするんですね。ただ、一般的にはこういったアイテムはなかなか難易度が高いので無理に取り入れる必要はないかなと思うんですね。 ですので、今回ご紹介した、似合いづらいアイテムではなくて、合わせやすいアイテムですね。こういったものに変換をしながら、40代後の男性は、日々の着こなしをどんどん楽しんでいただければなと思っています。またぜひ、今回の動画のコメント欄に、このアイテムもなかなか難しいよね、ですとか、あとは40代後の男性だったら、ここら辺のアイテムも似合いやすいよね、というのを、どんどん教えていただければなと思うので、どしどしコメント欄も活用いただければなと思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人のダンスに向けてメンツファッションの基本をなるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思っています。もう少し中級者向けの動画に関しましては、YouTube のメンバーシップチャンネルというものを運営してまして、そちらで解説をしています。 また、最近はオンラインサロンもですね、展開をしていまして、そちらではですね、1日ですね、だいたい10本ぐらいのペースで、プロのおすすめのアイテムですとか、コーディネートをですね、どんどん皆さんにテキストですとか写真ベースでお伝えをしています。そして参加者の皆さんもどんどんですね、発信ができるような場所になってまして、結構おしゃれ好きな男性が集まるような社交場としてですね、皆さんに楽しんでいただいているので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。 以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。